はい、こんにちは、ブルーホースです。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ。ハーバード心理学37日目やっていきます。のっけから外したのだ。噛むとこうなります。はい。で、37日目は異形を観察するというテーマでお話を進めていきます。まあ、突然ですが、皆さんに質問です。皆さんにとって、歴代の異形って何ですかね？例えば、パッド、エジソンだったら、まあ、電気の発明、ライト兄弟だったら飛行機、で坂本龍馬だったら開国、まあ、アインシュタインだったら相対性理論、ね、まあ、近代ばっかりやなって思って言うとね、例えば、活版印刷とかね、羅針盤とかそういうのもあるかもしれないんですが、まあまあ、発明とか発見とかっていうのは結構浮かびやすいかもしれないですね。まあ、個人的には前澤さんのお金配りも異様だと思いますけどね。だってね、1日10人10万円ずつだとしても、本来政府がこういうのって継続的に行うものじゃないのっていうのを一個人がやってるっていう話ですからね。で、異業っていうのは特別な人たちにしかできないことですかね。まあ、確かに才能がないとできないこともあるとは思うんですよ。ところが一方で、誰にも評価されてない数々の失敗や影の努力っていうのも異業を成し遂げた人たちっていうのは当然あるんですね。で、世間にはうまくいったっていう結果しか公表されないもんですから、まあ、天才だとか真似できないっていうふうに思われがちだったりするんですよね。で、ただその結果、成果に関してどれだけの情熱と時間を注いできたかっていうことを考えると、当然ながら偉業っていうのはもう本当にコツ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 の積み重ねで達成されたっていうこともあるんですよ。だから今日は偉業っていうのを個人の目標達成に結びつけてお話を進めていきたいと思います。はい。で、とある実験を行いました。これはですね、偉大な業績を上げたことのある学者の知能について評価をさせると、まあ、評価をしていくという実験なんですね。で、学生っていうのを2つのグループに分けました。で、1つ目のグループっていうのは、まあ、学者たちがどうやって成功したかっていう情報だけを与えて、そのプロセスとかっていうのは一切与えられなかったですね。だからこんなことを達成したよくらいしか言ってもらえなかったと。そうすると結果的に学生たちっていうのは、学者の知能っていうのは、まあ、元ある能力が高いからできたんだと。だから自分たちじゃ到底成功できませんと、同じようなことは達成できませんっていうような評価を下したんですね。で、一方で2つ目のグループっていうのは、同じく学者の成功、まあ、こんな偉業を遂げましたっていうことは伝えました。ただその結果だけじゃなくって、成功までのプロセスっていうのも同時に伝えたんですね。だから成功の裏にあった失敗も知る機会があったんですよ。なので結果どうなったかっていうと、成功すげえなと、偉業すごいなって思った一方で、もしかしたら自分たちもできるんじゃないかっていう行動力にまで評価っていうのが及んだわけなんですね。なので実験から分かったことっていうのは、まあ、改めて、繰り返しにはなるんですけど、一つ目の結果だけを伝えられたグループっていうのは、学者の成功のみを知らされたことで結果という一部分でしか評価ができないもんですから、あ、できたんだね、すごいねっていうのが狭まった視野になっちゃったんですね。で、一方で二つ目のグループっていうのは、まあ、どうやって成功したかっていうプロセスを知ることができたんで、過程と結果を結びつけた広い視野で、もしかしたら自分たちもできるかもしれないっていう評価ができたと。はい。で、言うまでもないんですけど、成功に至るためっていうにはプロセスが必要なんですよね。 42.195km 走り切るためにはそれだけの距離を走らなくちゃいけないですし、はい。で、偉業を達成した背景っていうのは、たった一つの成功とは比較にならない失敗があるんですよね。で、失敗に付きまとう絶望感とか挫折っていうのを、成功してきた人たちっていうのはもう何百何千っていうふうに味わったと。だからエジソンの話なんかでいくと、まあ、数ある発明品の裏には何万もの失敗した作品があるっていうのは結構有名な話ですよね。マイケル・ジョーダンなんかも3番目のシュートを落としてきたと、フィニッシュのシュート26本落としたみたいな名言が残ったりしてますよね。で、他人の成功に関しては結構やっぱり言うように結果だけがこう目に見えていくので、成功までの時間、かけた時間とか
費やした労力っていうのは、まあ、残念ながら軽視されがちですよね。で、ビジネスパートナーとか家族はずっと付きっきりでそばにいてくれたから別かもしれないですけど、他人から見たらそうですよね。で、成功っていうのは自分では再現できないものだと。で、成功者の才能によって成し遂げられたものだっていうふうに他人の成功に関しては思っちゃうわけなんですよ。で、実験者が言うには、誰かが何かをどうやって達成したかっていうのを、まあ、じっくりプロセスっていうのも含めて検証してみると、実は偉業を達成したものっていうのは本当にその達成のために苦労しているし、自分たちもそこまでやれば、ここ大事ですよね。そこまでやればなんとかできるんじゃないかって思えるようになるんですよね。で、偉大な成功っていうのは一見到達不可能には見えるんですけど、実はちゃんと順番に段階を一つ目、二つ目、三つ目っていう風に踏んでいけばいいということが知ることができるということなんですね。なので問いかけなんですけれども、あなた自身が達成したこと、何でもいいです。営業成績でナンバーを取ったとか、新製品を開発したとか、部活の大会で優勝したとか、何かの、コンクールで入賞したとか、そういうもの、何でも OK です。で、それを成し遂げたっていうのは、あなたがもともと持ち上げてた才能のおかげでしょうか？それとも、1位とか入賞とか優勝するためにプロセスを乗り越えたからこそ達成できたものなんですかね。どっちですかっていう話なんですよ。で、考えたらこっちで才能で成し遂げましたよっていう人ってやっぱり少ないと思うんですよね。はい。で、成功までの道筋を作っていきましょうっていうのが今日の、ワークになっていきます。で、あなたが達成できないんじゃないかで不安に感じている達成したい大切な目標があれば、ぜひそれを紙に書き出してみてください。で、そんな、なんていうんですかね、キワキワの目標がないなっていう方に関しては、今年1年で達成したい目標とか、今月達成したい目標とか、今思いつく達成したい目標、そういう何でも OK です。で、次に、その目標っていうのはどうやって達成するのかっていうのを書き出してみてください。で、これっていうのは成功するのに必要なステップっていうのは一体何なのかって、こういうことをやって、ああいうことをやってっていう段取りを書いていくっていうことと、その過程の中で直面するかもしれない障害とか試練ですよね。例えば周りからの反対を受けるとか、資金面が重要になってくるとか、で、それをどうやったら克服ができるでしょうかと、ね、そういう声には屈しないメンタルを持ってやっていくとか、銀行を頼るとか、そういうプロセスを踏んでいくと。で、単純に思いつくままに成功のためにはこんなステップが必要だな、こんな懸念が考えられるなということを書いていくんじゃなくて、ステップを書いていったら、そのステップごとに出てくる障害とか試練にどんなものがあるのかっていうことを、書き出していただく必要があるので、それを思いつく限りでいいのでまずはやっていきましょうと。ここをね、結構目に見える形で用意をしないんで途中まで進んでいって、あ、結局思いつきでやったもんだからきつくなってやめたっていう人が大半なんですよ。コーチングやってて、ここ結構重要なんですよ。はい。で、それらを書き出したら、最後に、達成した時、まあ、達成した後のあなたをイメージしてみてください。で、できるだけその具体的に場面を頭で思い浮かべてみてください。目を閉じて、達成したあなたは、どんな表情をしてますか？どんな匂いがしますか？達成したことで何を得ることができますか？周りの人はどんな風に喜んでくれていますか？その達成した瞬間に至るまでの物語も含めてありありと思い浮かべてみていただけたらと思います。で、本当は実際に行動に移していくことっていうのも大切なんですけど、結局はゴール達成しましたとか、そこにどうやって挑んでいるのかっていうイメージができなかったら、そもそもの一歩目っていうものも踏み出すことができませんので、実際に行動に移す手前の段階、まずは書き出すっていう一歩からぜひ始めてみてください。で、書き出して自身の目に見える形になっていったら、もうそれを始めなくちゃ気持ち悪い、うずうずするなっていう状態に自然となっていきますんで、まずはもうとにかく書き出すっていう一歩からぜひ始めてみてください。はい。ということでですね、最後に、まあ、偉業っていうから結構大げさに聞こえるんですけど、
まあ、自分にとっての偉業、成功を成し遂げられれば、時世によってそれって OK だと思うんですよ。で、地域のスポーツ大会の優勝、僕にとっては、もともと所属してた市やね、地区で優勝や準優勝っていうのをもう数多く繰り返してきたんですけど、僕にとってこれなんかも偉業だったりすると思うんですよ。なぜなら、一個上の学年が1、2回戦で負けるような人たちだったんでね、もう自分たちがそれを先輩たちを超えて優勝って、もうこれは結構大きな出来事だと思うんですよ。でそれから、まあ、新製品の開発だとか、営業成績のナンバーワンだっていうね、あなた自身にとって、まあ、やったっている偉業、成功を見つけていただけたらと思います。で、どうしても紙に書き出すっていうその目標をどうしたらいいかとか、プロセスが思い浮かばないんですよねっていう段階からちょっとつまずくなっていう方がいれば、そこはコーチングが入る余地あると思いますんで、コメントなり DM なりいただけたらお手伝いさせてもらえたらと思います。ということで、次回の動画でもお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。